しくじり世界史、俺みたいになるなぁ。なるなぁ、なるなぁ。今回主役となるのは、朝鮮史上最悪の暴君、炎山君、だぁ。炎山君の評価は朝鮮歴代君主の中でも最悪で、死後や病後がないほどだ。死後や病後って死後につけられるんだっけ？死後というのは身分の高い者が死んだ際に、生前の実績を評価してつけるなのことだ。中華文明圏によく見られる文化で、中華領域では殷の時代にすでに死後をつけていた。秦の始皇帝により一時期は廃止されていたが、漢の時代になると復活。以降周辺国家にも死後の文化は波及する。西洋だと見られない文化だね。生前の業績において微中悪、あるいは上中下の死後がつけられるのが特徴で、A や大などは上司、U や中などは下司とされる。死後にもランクみたいなものがあるんだね。一方病後はその人物の死後に文字通り病に祀るための名で、そこに評価などは含まれない。例えば漢の武帝は本名は勇鉄、病後は清宗、死後は後部皇帝となる。随分たくさんの名前があるんだね。でも病後や死後って誰がつけるんだい？時代や地域によって多少の差はあるが、次の君主及び令部が決めるのが基本だ。例えば、煬帝という死後が下士にあたるが、党によってつけられている。そしてその例でもわかる通り、基本どんな君主にでも死後をつける。じゃあその死後がつかないってことはよほどのことなんだね。中華領域では金の海陵王や南朝鮮の闘魂公など、ごく少数だが死後がつかなかった例がある。どちらも中華史に悪名を轟かす暴君じゃないか。つまり死後も病後も残されないとはそういうことなんだよ。詳しくは、金の海陵王、闘魂公称奉還、を見てね。というわけで今回はその者たちと並ぶ炎山君についての話をするわけだが、彼が生まれた時代について語ろう。一体いつ頃の人物なんだい？炎山君は1476年11月23日に生まれたとされる。炎山君の父は李氏朝鮮第九代君主清宗で、彼は長男であった。清宗は確か幼くして李氏朝鮮の王位についたのだったね。清宗は12歳で王となったため、祖母の定期王侯が垂帘朝政を行った。祖母？清宗の父は清宗が生まれて間もなく死んでしまったからな。垂帘朝政は中華史ではよくあることだが、朝鮮の歴史では異例だった。垂帘朝政は約7年ほど続き、清宗が新政を開始すると、仏教を廃して儒教を重要視した。確か7代目の清宗が仏教に傾倒したんだったね。中華でも朝鮮でも仏教と儒教の関係は複雑だ。儒教勢力と仏教勢力は時に共存し合い、時に激しく対立する。仏教は宗教とされるけど、儒教が宗教に当たるかは議論があるよね。仏教勢力も儒教勢力も朝鮮において大きな力を持っていた。清宗の時代では仏教勢力が優勢となり、清宗の時代には儒教勢力が優勢となる。君主の政策によって大きく変わるのはどの時代のどの地域も同じだね。清宗の時代、儒教勢力が士林派を結成することになる。そしてこの士林派と君宮派が激しく対立したのであった。君宮派とは何だい？清宗は杞憂西南を起こして朝鮮王となったわけだが、その際清宗を助けた者、あるいはその子孫たちを君宮派と呼んだわけだ。杞憂西南について詳しくは前回の動画を見てくれだぜ。詳しくは、李氏朝鮮史建国編、を見てね。士林派は主に儒教の中でも獅子学派によって形成された派閥だ。獅子学派って民ではやたら攻撃的だったよね。朝鮮でもやたらと攻撃的だった。攻撃されたのは主に君宮派である。君宮派はなぜ攻撃されたんだい？結局のところ杞憂西南は散脱だったからな。大義名分を重視する獅子学派としては許し難い行いだったわけだ。その上清宗は儒教ではなく仏教を重視したため、士林派からは攻撃の対象になったわけだ。両派の対立は時代が進むごとに激化し、ついには鹿を引き起こすのである。鹿？最初の鹿である母子鹿が起こったのは、今回の主役とも言える炎山君の時代であった。今回は炎山君についての動画だったね。炎山君の母はハイヒー氏と呼ばれる。ハイヒー？医師は両藩階級の出身ではあったが、勢力は決して大きくなかったようだ。
両藩は李氏朝鮮における特権階級だったね。李氏は後宮に入るとその美貌から正宗の寵愛を受けた。正宗にはその時王妃がいたが、王妃が死ぬと李氏を王妃とした。その際周りは大反対したという。こういう話は古今東西どこにでもあるんだね。王妃になってすぐに、李氏は男の子を産んだ。その男の子こそが円山くんである。ついに今回の主役が誕生したね。李氏はかなり嫉妬深い性格であったようで、正宗の寵愛を受けた女官を殺害してしまう。そして毒薬の所持が発覚したのだが、正宗によってその罪は不問とされる。円山くんの母親もなかなかの人だね。李氏はだんだんと正宗の寵愛を失っていった。そして1479年、正宗は李氏を王妃の座から降格させたのである。そしてその数年後、正宗が李氏の元を訪れると、李氏は正宗の顔を引っかいてしまった。かなり激しい性格の持ち主であるようだね。この出来事が原因で李氏は廃妃となり、宮廷から追放されることとなった。その後、医師は男の子を産むも夭折してしまい、1482年には長子となる。円山くんが6歳前後の時の話だね。この出来事は後に起こる大きな出来事につながっていく。大きな出来事ってなんだろう。医師が廃妃となり長子した一方で、その息子である円山くんは1483年に王太子に立てられた。そして正宗が1495年に死んだことで、円山くんは李氏朝鮮の王となったのである。ここまで円山くんの悪用が一つもないね。円山くんは即位当初は貧しき者に施しを与えるなどまともな君主だったようだ。だが即位4年目にして崩れた。一体何があったんだい？きっかけは、朝鮮王朝実録正宗実録の編纂事業であったという。前の君主が死ぬとその実録を作成するんだっけ？作成された実録は4箇所に厳重に保管された。この制度により権力の乱用を防いでいたと言われる。死後自分の悪評が残るのは嫌だもんね。円山くんは父である正宗の実録を編纂させていたわけだが、その過程で士林派が正宗の簒奪を非難した文書が発見された。君宮派は士林派を攻撃する目的で円山くんにそのことを伝えたのだ。正宗は円山くんにとって曽祖父にあたる人物だね。円山くんはかねてから口うるさい士林派を疎ましく思っていたようだ。そこで君宮派による士林派への弾圧を許可した。これを朝鮮史では暴死化と呼ぶ。これがさっき言っていた史化というわけだね。朝鮮の歴史には四大史化と呼ばれる四つの史化があるのだが、暴死化はその最初にあたる。この史家において君宮派は士林派を捕らえ、その代表者らを領地刑に処してしまった。人類が考案した最も残虐な刑罰と言われる領地刑、朝鮮でも実行されていたのか。ここではとても述べられないほどの残虐性だからな。なぜこのような残酷な刑罰を思いついたのか。この暴死化によって士林派の多くが免職、あるいは左遷されることとなる。でもこれって円山くんが直接やったことじゃないよね。孔子家についてはそうだが、同じく四大史家の一つである孔子史家は円山くんが深く関わっている。円山くんの暴走が始まるのは孔子史家からだったとさえ言えるかもしれない。一体何があったんだよ。円山くんは母の死の真相を知ったんだ。むしろその時まで知らなかったのかい？どうやらそのようだな。孔子史家の以前から円山くんは一般的な暴君の様相を呈していた。浪費を繰り返して国家財政を破綻させ、金が足りなくなると増税で対応した。犠牲者として未来永劫を糾弾され続けるべきだね。だが孔子史家によってそのレベルが一段階上がってしまったと言える。これ以上上がりようがあるのかい？すでにやっていることは最低だろう？円山くんが母の死の真相を知ったのは、即位から10年が経った1504年のことだったようだ。円山くんにそのことを知らせたのは、任氏公と宦官の金子縁の二人だったという。朝鮮にも宦官がいたんだね。任氏公はかつて医師の廃妃に反対した人物であった。その上士林派と激しく対立しており、士林派によって死刑にされかけたほどだ。士林派に恨みを持っていたわけだね。任氏公や金子縁から母の死の真相を聞いた円山くんは激怒した。そして母の調子についての徹底的な調査を命じたのである。先ほど言っていた大きな出来事とはこのことか。そして調査の結果、廃妃氏の調子に関わった者たちが、
片っ端から流刑、あるいは処刑された。ハイヒー氏の調子の裏には他の女性たちの残言があったようで、鬼人帝氏、鬼人元氏の二人は炎山君によって殺されている。それだけ聞くとお母さんの敵討ちをしたようにしか聞こえないなぁ。なお二人を処刑する際、鬼人帝氏の二人の息子に棒を持たせ、息が絶えるまで殴らせたという。息子に母親を殺させたのか。それでも炎山君は気が収まらなかったのか、二人の鬼人の遺体をバラバラにし、塩漬けにして山野にばらまいたのだという。激しすぎる怒りだ。それでも炎山君の気は収まらない。鬼人帝氏の父、鬼人元氏の父と三人の兄も結局処刑された。炎山くんの復讐は生きているものだけではなく、すでに死んでしまった者にも及び、死後処刑を実行された者もいる。イギリスのオリバー・クロムウェルも死んだ後に処刑されたのだったね。炎山くんの復讐は自らの祖母にも及んだ。父聖僧の母にあたる任帥大妃は、医師を廃妃するよう聖僧に迫っていた。嫁姑問題だ。炎山くんは祖母である任帥大妃に苛烈な虐待を加え、任帥大妃はついに死んでしまったという。何を思えばいいのか正直わからない。ボゴシカで犠牲になったのは主にシリン派であったが、孔子シカにおいてはシリン派も群衆派もその犠牲になっている。孔子シカは炎山くんの個人的な復讐って感じだね。炎山くんの評判も非常に悪いが、その長期である張力水も挑戦しきっての悪女として悪名高い。張力水の正確な生年月日は不明だが、どうやら炎山くんよりも年上だったようだ。かなり貧しい生まれだったようで、あらゆることをして生きていたという。そこから国王の長期になったのかい？張力水は聖僧のいとこである聖安泰くんの主となり、そこで同じく主の身分である男と結婚し、子供もできたという。だが張力水は夫と子供を捨てて出て行ってしまう。そして歌を学び、起床となった。起床？政府高官の艦隊や宮中での宴会で学技を披露するものであるという。張力水はある時炎山くんの後宮に入り、1502年には女の子を産んでいる。後宮に入るのに身分は関係なかったんだね。張力水は炎山くんに大変気に入られていたようで、平素幼児語で接していたという。幼い時に母親を失ってしまったことが関係あるのかなぁ。炎山くんは張力水の家族を優遇し、彼女のために豪邸を建てた。その際邪魔になった民家を破壊したという。張力水は炎山くんの権威を傘にやりたい放題やったようで、自分の服を踏んだ気象を処刑したという話が残っている。絶対的権力は絶対に腐敗する。止める者のいなくなった炎山くんは暴走し、朝鮮全土から女性を挑発するようになったという。そして仏教寺院や学問所などを作り変え、そこを享楽の場にしてしまったという。王の享楽を還元する者もいたが、そういった者たちは無残に殺されたとされる。これはひどい。だが炎山くんはやりすぎた。シリン派と群衆派を同時に敵に回した王は、停滞反撃を受けるのである。シリン派と群衆派が手を組んだのかい？共通の敵がいればというやつだな。1506年、群衆派の司会とも言える牧元宗は、宮廷にてクーデターを敢行した。そのクーデターにはシリン派である楊順帝も参加している。敵だった者同士が共闘する展開。このクーデターは中宗反贅とも呼ばれる。中宗？炎山くんの異母帝だ。クーデター側は炎山くんの弟を担いだわけだ。クーデターはあまりにもあっさりと成功した。炎山くんに味方する者はほとんどいなかったのだ。暗君が多暴君だね。捕らえられた炎山くんは高架島に流刑となり、王位を剥奪されて炎山くんとされた。炎山くんの側近であった任氏公と金子縁は処刑。炎山くんの寵愛を受けていた張力水も斬首となっている。なかなかに容赦がないね。祝陽殿氏や祝仙金氏など、炎山くんの他の長期もまた斬首刑に処されたという。張力水は生前多くの人々から相当な恨みを買っていたようで、人々はその遺体に石を投げつけ、その数があまりにも多かったため石塚が出来上がっていたのだという。その話が事実だとすれば相当だね。炎山くんの敗位によってその王妃であった紳士は廃妃となり、炎山くんの娘たちは無妃の身分に、息子たちはことごとく処刑されたという。炎山くんがしたことも相当だけど、その家族がされたことも相当だな。
流刑から約2ヶ月後の1506年11月6日、炎山君は死んだ。彼は朝鮮の歴史において大きなインパクトを残したようで、炎山君をモチーフにした映画やテレビドラマが多数作られている。ローマ史や中華史を除けば、ここまで無茶苦茶な君主はなかなかいないもんね。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。